ゲルハルト・ヘッツェルはユーゴスラビアで生まれ、ドイツやオーストリアで活動したバイオリニスト。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の第一コンサートマスターを務めた。ユーゴスラビア王国にて、ハンガリー人の父とルーマニア人の母の間に生まれ、5歳でバイオリンを始めた。1952年からスイスのルツェルンでウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の第一コンサートマスターであったボルフガング・シュナイダー・ハンに師事した。1956年にはシュナイダー・ハンらと共にルツェルン祝祭弦楽合奏団を結成した。1963年のミュンヘン国際コンクールで入賞し、1964年から1968年までベルリン放送交響楽団のコンサートマスターを務めた。1968年からミュンヘン音楽大学の教授を務める。1969年、カール・ベームの推挙によってウィーン国立歌劇場及びウィーンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターとなる。ウィーン国立音楽アカデミー出身者ではないが、シュナイダー・ハンの直弟子であるため、全員一致による就任であった。1971年からは、ビリー・ボスコフスキーの後を受けて、第一コンサートマスターとなった。1986年、シュナイダー・ハンの後任として、ウィーン国立音楽アカデミーの教授に就任する。1992年、ザルツブルク近郊ザンクトギルゲンで登山中に、海抜900メートル地点から転落し、全身打撲のため搬送先の病院で死去した。岩に手をかければ助からないこともなかったというが、楽器奏者として大切な手をかばった結果、死に至る傷を負ってしまったと伝えられている。音楽家評論家のクリスチャン・メルランは、ヘッツェルの人となりについて、飾り気がなく、控えめに振る舞う苦行者のようでありながら、笑顔を絶やさず、名高いコンサートであろうが、定期公演のマチネーであろうが、変わることなく、情熱的に取り組み、自分の仕事に全身全霊を打ち込んだ。楽団員全員とすべての指揮者から尊敬されるような、まさに聖職者であったと述べている。ウィーン・フィルの歴代コンサートマスターの中でも、ゲルハルト・ヘッツェルほどこのポストにふさわしい人物はいなかったとまで評された音楽家であり、それゆえに後任の選定試験は一度では終わらず、何度も続けられた。指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンは、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者に、ヘッツェルという人物がいるが、評価できる人物だ。彼はいつでも私に注目しており、自分の楽譜を見ていないのではないかと不安になってしまう。もっとも、彼の楽譜はすでに頭の中にあるのだろうと述べており、同じく指揮者で、ヘッツェルにとって、最後となってしまったコンサートを指揮したリッカルド・ムーティは、彼は座ってはいなかった。むしろ飛んでいるようだった。指揮者が気に入ると、もう目を離さない。演奏しながら、こちらを見る目つきを、私は生涯忘れないだろうと述べている。A.B. メルラン、213ページ。A.B. メルラン、214ページ。メルラン、106から107ページ。ありがとうございます。